時の漫遊シーズン聖夜編、見えるあれが今日だけ登場するっていう限定ぬいぐるみスターベイビーだよ。ベビースターではなく、もしかしたらあれが例の隠しプレゼントなのかも。そして今日もヒロインに浜崎あゆまナイト名付けてプレイをしていきます。ただ数量限定だし、お客さんもこんなにいる、早く行かないとなくなっちゃう。焦らなくて大丈夫だ。あんたの気迫が凄まじすぎて、カップルが3組くらい怖がって逃げていったぞ。いや、どんだけの気迫。一組最大3回までしか挑戦できないルールだが、どっちがやる？3回か。そして選択肢、あなたがやって、まずは私がやる。まずはっていうことは、私が先にやったとしても後から聖夜がやってくれるっていうことかな。かっこいい姿は後に撮っておこうかな。まずは私がやる。先陣切りましょう。まずは私がやってみようかな。そんなに難しくなさそうだし。大丈夫？そんな舐めてかかって。わかったけど、あんまり甘く見ない方がいい。これ実況しながらでうまくやれるかな。その事情は汲み取ってくれないもんね。じゃあ早速やっていきましょうか。いやー、これ喋りながらだとなかなか不安が、実は実況ではお届けしていないんだけれども、お、余裕がありそうだなって言ってくれてるから、いけるか。あー、なんかダメそう。うん、実況ではお届けしてないんだけど、できるんだよね、こういう感じのクレーンゲームっていうのが。これ多分ここを押すと変わってくれるんじゃないのかな。あ、最後の1回をこれで任せることができるってことね。じゃあ行きましょうか。ここまで、最初は頑張れってことね。いや、ここで取れないところを逆転でやってくれるのかな。いや、まあそもそもこの2回目で取れっていう話になってくるけど、このね、微妙な微調整が難しくってね。で、一応ね、なんかちょっとずれてるぞとかも教えてくれるんだけど、聖夜がね、まあその時のパートナーキャラが教えてくれるんだけど、そう、ちょいずれしちゃうんだよ。なんかダメかもしんない。手応えあんまりない。あ、これでも横に倒したことがいい方向に向かうんじゃない？多分この立った状態だとなかなか難しいんじゃないのかな。さあ視点切り替えて見ていきましょう。でもね、この彼がそんなにね活躍するイメージがあんまり俺の中でなくてね。そう、その倒れてるやつを狙ってほしかった。いいぞ。あ、でもなんか奥狙ってない？大丈夫かな。今回は取れると思うって言ってるけど、奥のやつ取りに行ってるね。いける？ほら、どんな言い訳が出てくるか聞きたいところですけどね。ちなみにこのカメラの視点、あとで美味しいもの食べようね。唐揚げとかコーラとかごまかしてるけど、あ、もう一回できる？あ、できなかったわ。もう毎回あとちょっとのとこでめっちゃやってるっていう設定だったはずだけどね。この聖夜はクレーンゲーム。さっき店員に聞いてみたんだが、ぬいぐるみを入荷したのはスタンプラリーイベントとは関係ないらしい。あ、そうなんだ。つまりこのぬいぐるみは隠しプレゼントじゃないってことだ。じゃあ取れなくっても物語は成立する？私はプレゼントのために粘ってたわけじゃないよ。そんなにこのぬいぐるみが気に入ったのか？だって当選の日限定だし記念になると思うから。あと、これもさっき店員が言ってたんだが、俺はこの店のプレミアム会員だから。3万3000ポイントくらい貯まってるんでしょ。まさか特別に限定ぬいぐるみをくれるとか。イベントが終わった後もまたチャレンジさせてくれるらしい。ああ、これはリベンジしたいね。特権を受けられるかと思ったけど、やっぱり自力で取るしかないんだね。向こうもビジネスだからね。今は人が多すぎるから、先にプレゼント探しを優先しないか。準備が万全に整ったらまたここに来てリベンジしよう。じゃあまた挑戦できるのかな。そしてさあ、場面切り替わって、ちょっとしか経ってないのに人通りがますます増えた気がする。じゃあ迷子防止対策だ。え、もう大人なんだから迷子になんてならないよ。
だってね、ましてやこの聖夜一直線ですしね。いやでもなんかまた違う動画では他のこと言ってるけどね。俺がなりそうで不安なんだ。ダメか？なるほど、こっちが保護者ね。歓迎です。可愛いとこあるよな。博物館、アイスクリーム屋、劇場のあたりは一通り回ったな。次は回転レストラン付近を探してみるか。回転レストランか。そうだ、夜にそこのペア席を予約しておいたの。おお、準備万端。時間はまだまだあるから、それまでゆっくり探そう。いやでもデートリードしてるんだね。見てみろ、前の方に行列ができてる。こっちが予約してるなんて。最近オープンしたトゥインクルスタジオの新店舗だ。確か今日は祝日限定の撮影イベントがあるんだっけ。祝日にイベントを開催することに不思議はないけど、スタンプラリーのルート上にあるとちょっと怪しい気がするな。行ってみるか。撮影イベントもできるんだねこれ。いいの？前に私が引っ張って取りに行った時、誰かさんはかなり嫌そうにしていたけど。あんたに変なフィルターとかシールをたくさんつけられたからかもな。じゃあ今回は？あんたに任せる。おお、なんかこっちがリードする展開なんだね。無理やりうさ耳をつけなければそれでいい。本イベントを達成いただきありがとうございます。隠し任務が解放されました。パートナーと写真を撮ると隠しプレゼントを獲得できますよ。お、早速やっていきましょうか。さあこんな感じで進めていこうかね。服装な、迷うな。まこれでいいか。そこじゃねえよっていうね、メイクバッチリです。いやでも春らしくね、桜をバックにっていう。ああいいんじゃないの、ギャルメイク流行ってるでしょ。あ、ランダムポーズってのもいいね。次それにしてみようかな。まあでもせっかくなら、あ、私単独パターンもあるの。吹き出しなんかつけちゃってね。ハートも出しちゃおうか。あ、ハートじゃなかったわ、メガホンね。これでいきましょう。てんてんてんとぼやいてね。ランダムポーズにして彼の装飾、汗なんかつけちゃって私の装飾、お揃いにしようか。どういう状況っていう。で最後これもランダムポーズにしながら、あ、サングラスなんかかけるのいいかもね。2人でお揃いのサングラス。あ、ちょっとバチバチのメイクが映えなくなっちゃってるけどね。これでいかがでしょう。いやー、思い出が作れたね。撮影後、写真と一緒に私たちに渡されたのは上に置かれた金色に輝くコインだった。お、万有コイン。このイベントの隠しプレゼント、一緒にこの旅を過ごした彼の姿が刻まれている壁掛けパネルに飾れる。いいね。隠しプレゼントってこれのことだったんだね。せいや見て、このキャラクター可愛いでしょ。私とどっちが可愛い？あなただよ。なんかチョコレートに似てるな。食べられそうだ。でもゲームコインを隠しプレゼントにするなんてどんな意図があるんだろう。さあな、もしかしたら次のイベントの手がかりなのかもしれない。伏線？私はこの特別なコインをポケットに入れると、さっき撮った写真を1枚ずつ見返していった。せいやって写真写りいいね。まあ顔がいいからね。何か特別なコツでもあるの？写真写りがいいのはあんたもだろう。そっちこそ秘密の裏技があるんじゃないのか。ギャルメイクですかね。私はただ心から笑ってるだけだよ。じゃあ今日撮った写真は1枚はスマホの壁紙にして、1枚は机の前のフォトウォールに飾って、それから俺にも1枚くれないか。いいよ、何に使うの？財布に入れる。あなたってお財布持ってたっけ？何、紐なの？そういうことではなく。
いや、けどこの機械に買おうと思う。この未来の世界、キャッシュレス化してないのかね、どうなんだろうね。わざわざ写真を入れるためだけに？ダメか？まあ、アナログなのも悪くないけどね。よく考えてみたら、今日は祝日だけど、話してることもやってることも普段と変わらない気がする。まさか行事とか祝日がこんなにたくさん作られたのは、普段でもできることをするため？人々がある特定の日に会う約束をするのは、その日が取り立てて特別だからっていうわけじゃないのかもな。実は毎日が特別で、きっと出かけることじゃなくて、相手に会いに行くことが目的なんだ。誰と過ごすかが大事ってやつね。だからそういう日は何もしないでただ街を歩くだけでも意味があるんだろう。じゃあ、あなた自身はどう思ってるの？大事なのは何をするかじゃなくて、誰と一緒にいるかだと思う。おっと、先に言っちゃった。その誰かって、今あなたの目の前にいる人のこと？ちなみに、彼女も今そう思ってるのか？もう答え分かってるくせに。彼女は今、そういう日が面白いかどうかは分からないけど、またそんな日があったらあなたと一緒に過ごしたいって思ってる。どうして笑うだけで何も言わないの？いいのかダメなのか答える気はないってこと？言いたかったことを全部あんたに言われてしまったから、断るという選択肢は最初から俺にはない。あら、素敵な締めくくり。普通だったかもしれない一日が一緒だったおかげで特別なものになったな。というわけで、あのプリクラは視聴者プレゼントできたらいいんだけどね。いらないか。好きにスクショでも撮っておいてください。いや、もうこのね、ギャルメイクでありながら中身は清楚系な感じ、このギャップがね、浜崎あゆまないちゃんのモテ要素だったりするのかなと思うので、せいやの美しいお顔に癒されながらメモしておいてください。今後も引き続き男性目線で彼の気持ちを紐解く乙女ゲーム実況者として、そして 2.5 次元アナウンサーとしてプレイをしていきます。お気に召した方は高評価やコメントをしてもらえると嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。また他の動画でもお待ちしております。